こんにちは、プラチナキャリアの吉中です。こんにちは、デザイナーの高文です。はい、というわけで、今回もですかね、はい、今回僕か今回はか分かんないですけども、今回も、美大なし、デザイン事務所なし、はい、月収100万円の売れっ子デザイナーの高さんに来てもらってます。で、今回の動画ではですね、はい、別の動画でも紹介させていただいたんですが、そのデザイナーになるそのルートっていうのをちょっと別の動画で紹介したんですけども、ただ問題はすごくその狭き門だよっていうところを紹介させていただいたと思うんですよね。はい、そんなあなたに朗報です。なんと今回はその狭いデザイナーになるその狭き門がめちゃめちゃ広くなる裏技的な方法をご紹介させていただきたいと。必見ですこれ。いや本当ここまで言うとね、めちゃめちゃうさんくさいんですけど何のセミナーだぐらいのね、ちょっとうさんくさい感じですけど、まあただ、まあ、今回の目標は、まあ、この動画を見てくれた方が 2,3 年後にね、いやちょっと自分デザイナーになるの正直諦めてたんですけど、うん、この動画見て、あ、こんな方法があるんだ、じゃあこれで自分もやってみよう、やってみました、うん、っていうコメントをこの動画に残してもらうのを、いやもうそれ来たらね、もう本当嬉しいですね。そうですね、うん、まあ、果たしてその 2,3 年後にこの動画が残ってるか分かんないですけどそうですか、残ってるといいですけどね、まあ、2,3 年なら残るかなって感じですよね。いや、まあ、どんどんこうね、うん、新しいの出てくると、まあまあね、下の方に下の方隠れちゃうからね、古いものはどんどんね、うん、確かに確かに行っちゃうんでね。というわけで今回はそのデザイナー、まあ、デザイナー職に就かずにデザイナーになる裏技ということで、はい、紹介させていただきたいと思います。というわけで今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。プレキャリ、というわけで、まあ、ズバリね、その裏を早速教えていただきたいんですが、はい、よろしくお願いします。まあそもそもこうデザイナーになるのが難しいっていう理由は、まあ、前回の動画でもちょっとお話したと思うんですけど、もうデザイナーになるからデザイン職求めてる会社に行こうってするのがまず間違い。何が間違いなんですかそれデザイナーになりたかったらデザイナー職に就くのが当たり前じゃないですか。いや、もちろんそうなんですけど、経理のプロフェッショナルになりたかったら経理職に就くのがそのまだって言ったらあれですけど、はい、経理とかっていうのはこういろんな会社さんでもあるじゃないですか、普通の一般的な会社でも。 でもデザイナーのある会社っていうか、デザイナーが必要な会社って実はそんなになくて、うんうんうん、で周りのね、例えばじゃあ学校で小学校の時に周りのお父さんでデザイナーの人どれくらいいましたかって言ったら、確かにいないですよね、まあ、いわゆる普通のサラリーマンと比べたら多くはなかったですね。そうなんですよ、だからこそついついデザイナー職をデザイナー職としてこう募集しているような会社に行きがちなんですよ。それこそ広告代理店とか、うんうんうん、あとはデザイン事務所とかね、大きなあの会社のデザイン部門とかなんですけど、まあ、ちょっと僕の経験も交えちゃうんですけど、基本的にはデザイナー職として会社に入るっていうよりかは、小さな会社にとりあえず入る。何でもいいんですか？何でもいいです。別に書務でも。書務でもいいと思います。事務でも。事務でも。はい。何でもいいから、ポイントちょっと待って、ポイントは小さい会社に何でもいいから入る。はい、入る。はい。入りました。という感じですね。それはどうつながっていくんですか？で、そこで、まあ、普段のこう、業務をやりますよね。はい、まあ、何でもいい、こうね、会計だったりとかやってて。まあ、通常の、まあ、そこで、言われてる仕事をまずやっていく。そうです、そうです。はい、で、なんかまあ、いろんな、どの会社にも入ると、必ず、ちょっとしたデザインが必要とされる場面って、必ずあるんですよ。なるほど。確かに僕の知り合いでも、はい、なんかこう、SNS 担当になって、そこでなんかこう、Twitter に上げるキャラクターを書いてって言われたって。あ、もうそんな大役まで。大役まで。あ、それはすごい。そう。まあ、だからそこはだから全然始めたばっかだから、うんうんうん、まあ、そのツイッターでバズってもバズなくてどっちでもいいんだよって感じなんですけど、そういうことですかね。そういうことです。なるほど。本当、今言ってくれたような例がすごく良くて、まあ、じゃあなんか SNS やりますって言った時に、じゃあバナー作らなくちゃいけないよねって言ったら、そんなわざわざね、こう、外のデザイナーさん頼む余裕もないし、どのデザイナーがいいかっていうのも、まあ、なかなか選ぶ時間はないので、うん、結構小さい会社だったら、そういう時に、あ、じゃあ私やりますみたいな感じで、こう。手を挙げるタイミングが。手を挙げて。なるほど。そこでちょっと今、さっき言ったその小さい会社っていうのが、まあ、ポイントで生きてくるなと思ってて、例えば、大きい会社だったら、多分提携してるデザイン事務所とか、まあ、なんかデザイナーの人がすでにいると思うんですよね。そうですね。手を挙げるチャンスすら、そうそうそう。ないし、あと、まあ、仮に手を挙げたとしても、はい、まあ、選ばれにくい、うん、何か社内でもできる人がすでにいたりするけど、小さい会社だったらその決まってるアウトソース先もないし、
それは社内でっていうことになりそうな可能性があるってことですよね。そうです、本当にその通りです、うんうん、なのでなるべく小さい会社に入って、でもうとりあえずなんかもう作っても提案したぐらい、あ、なるほど、作ってみました、これでどうですか、これでどうですかみたいな、で特にこだわりがなければじゃあそれでってことっていう感じです。そうです、もう実績ができたじゃないですか。実績ができました。本当に皆さんが思っている以上に一般の会社でもデザイン求めるところっていっぱいありますから。多いですね、多いです。僕も会社で、まあ、多分動画の作ってくれみたいなね、うん、全然その動画作る人として入ってないんですけど、いうふうに言われてやっちゃったりすることもありますよね。あれはちょっとしんどいですけどね。他の仕事ができないから、ね、仕事が倍になったりするんでね。まあでもこう経験を積むっていう意味ではそうです、ね、あの本当にいいと思います。なんか新しい事業を始めるから、うんうん、それのじゃあそれ用の営業の名刺だったりとか、うんうん、まあ、求人をするときに求人広告用のバナーだったりとか、うんうん、もう正直もう商品紹介のパンフレットだったりとか、うん、もういっぱいあります、チラシとかデザインする場面って。それはね、僕も一応、まあ、小さな会社の経営者として思うのは、はいはい、例えば、まあ、チラシをこう配ろうという時にやっぱそのチラシもそのテンプレでもいいけど、うん、まあ、テンプレだとなって思う時はこうやっぱ自分で作んなきゃいけないとか、うんうん、そういう時になんかこうさらっとお願いできるデザインできる人がいるとすごい助かるなっていうのは思いますね。思いますよね。そういうことですよね。そういうことです。忙しい時に経営者の人とか他の人たちが何々さんに頼んじゃえばこれいいなって思われるようになればもう締めたもんです。なんかそのデザイン部のトップになれるわけですよね。そうです。うまくいけばもうデザインだったらもう何々君に頼もう、何々さんに頼もうってなったらもうそこでどん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 経験は積んでいけると思います。そうですね、はい、まあ、多少でその仕事は増えるかもしれないですけど、でもそれでも実績は少なくとも増えていけるので、うんうん、そうです、そうです、まあ、後々のことを考えた時に自分こんなものを作りましたっていう時に、まあその過去の作品が使えたりするわけですよね。そうです、そうです、本当の実績ですからね。架空で作ったサイトとかバナーとかじゃないんで、うん、ちなみにその小さい会社っていうのは大体何人ぐらい想定すればいいんですか、はい、いやもう正直小さければ小さいほどいいんですけど、じゃあ5人とか5人とかでもいいと思います。5人いたら絶対手挙げたら気づいてもらえます、ね、はいはい、私みたいな、そうですね、ここまあ、そこまで小さくなくても、まあ、10人とか10人とか2、30人でも別に、うん、多くて50人ぐらいかな。多くて50人です。また要はちゃんと経営者とか、まあ、そういう意思決定する人を、うん、とまあ直接認識してもらえるぐらいの、うんうん、なんかね、噂によるとあの人不足の限界は30人ぐらいらしいんで。ああ、そうなんですか。そうで、顔を認識してもらえる限度は150人らしいんで。あ、うん、じゃあやっぱ50人ってのはちょうどいい感じじゃないですか。いい、はい、まあ、全然関係ないですけど、あの人があのぐっすり寝れる人数も30人らしいです。そうなんですか。30人いたら誰か起きてるから、あのその警戒しなくていいんで。これあれです、あの原始時代の話ですけど。まあまあ、なんでそのぐらい、まあ、30人ぐらいだったら確実だよっていう、ね、そうですね、うん、いいと思います。まあ、さらにこれのいいところは、うん、仕事中にデザインの勉強してても怒られなくなるってことですよね。そうですよ、そう、本当にです、ね、僕もあの人に物を教える仕事をしたことがあるんですけど、はい、その時の一番のメリットは業務中に本読んでても誰からも怒られないんですよね。あ、要はなんか人に物を教える仕事なんで、勉強するのがまあいわゆる仕入れみたいなもんじゃないですか。あれは本当に最高でしたね。だからお金もらいながら勉強もできる。そうですね。お金もらいながら勉強できるっていうのは非常にコスパのいいことだし、うん、まあ、クオリティオブライフも上がったり、うん、土日勉強しなくても済んだりするんでね、うんうんうん、普段の仕事の中で勉強できたら、まあ、これは非常にいいんじゃないかな。いや、本当にそうです。そうですね。まあ、というわけで、まあ、今回のじゃ話をちょっとまとめていくと、はい、まあ、ポイントとしては、まあ、結論から言うと、そこそこ小さい会社で、はい、何でもいいから入ると。そうです。で、そこで何かしらデザインが必要となる業務が発生するんで、うんうん、まあ、そこですかさず手を挙げると、うん、でその手を挙げてそれでどんどん実績を作っていく。そうです。で、社内の中で何か作るときはこの人にお願いしたいという、うんうんうん、言われる立場になると。1回うまくいったら多分2回目以降は必ず声かけられますし、どんな業界でもいいです。本当になんかネジ作ってるようなところでもいいですし、うんうん、学習塾とかでも飲食店とかでも、うんうん、こんなところデザイン必要かなってあなたが思っている以上にどんな業界でもデザインって絶対使うんで。そうですね。まだ少なくともまあ嫌いじゃない。そうですね。業界ぐらいのね、うんうん、感じでね。そうだね。お金ちょっと苦手だなっていう人がちょっとね、うん、金融系行っちゃうとね。そうそうそう。ちょっと自分の興味があるところに入りつってやると、そこに掛け合わせたデザインっていうのもすごく面白いと思うので。うん、そこでまあ要は会社として給料をもらいながらデザインのまあ勉強と実績をしていくと。うん、そうです。でまあ、 あのチャンスがあれば、後々はその実績を持って他のデザイン事務所に入ったりとか、うんうん、もしくは自分でフリーランスになったりとか、うん、独立したりっていう道を選べますよという感じですね。そうですね。はい。まあ、デザイナーっていうのがね、非常にその、まあ、
自分でそう名乗った日からデザイナーっていう。そうなんですよ。まあ、こういうこと言って怒られるかもしれないですけど、本物の人たちからね、なめんなみたいな感じでと言われるかもしれないですけど、そうです、まあ、あくまでその、なんですかね、まあ、そのレベルじゃない世界では名乗っちゃって全然大丈夫だと思うんで、いろんなこう人それぞれデザイナーの形とかがあると思うので、もうそこはあんまり こだわらなくても、固執すぎなくてもいいかなと思いますね。わかりました、はい、というわけで、じゃあ今回の方法を聞いて、ぜひ、まあ、デザイナーになるのを諦めかけてた人は、うん、こういう方法もあるんだっていうことをちょっと心に留めながら、ちょっと自分が思ってたルートとは違うかもしれないけれども、はい、まあ、一回ちょっとどっか悪くないところに、うん、まあ、そんなに忙しくないところがいいのかもしれないですけどね。そうですね。そこまで、もしくは今の環境がそういう環境だったら、あ、その中で手を挙げてみてもいいかもしれないですね。うんうん、そうですね。うん、ということで、ちょっとまずはね、自分の会社なり、経営者が見えるところの部長クラスでもいいのかもしれないですけども、はい、そういうところでまずは実績を作るのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、ぜひ、その、ちょっとこう、デザイナーとしてに近づけたなと思ったら、うん、このコメントを欄に書いていただけると僕らがすごい泣いて喜びますんで、うん、 はい、もう頑張ります。そうですね。で、独立した人はタカさんが今一緒に仕事してくれるデザイナーの人を探してるみたいなので、はい、僕会社でこんなものを作りましたっていうこのポートフォリオを持ってタカさんにご連絡いただけると一緒にお仕事できるんじゃないかなと思います。ぜひお待ちしてます。探してるんですよね。そうですね、はい、エンジニアはいらないと、デザイナーが欲しいとおっしゃったんで、ぜひチームタカにこう入れるようにご連絡をいただければと思います。ぜひぜひお願いします。はい、というわけで今回もありがとうございました。はい、ありがとうございます。プレキャリ